ジャスティン・ジェームズ・ウィルソンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州アナハイム出身の、プロ野球選手。左投げ左だ。MLB のニューヨークヤンキース所属。愛称は J、J. ウィリー。2005年の MLB ドラフト37巡目で、ロサンゼルス・ドジャースから指名されたが、契約せずに、カリフォルニア州立大学フレーズの校へ進学した。 大学時代は3年時の2008年に AS として大学全米一を経験し、決勝戦では勝利投手となった。この時のチームメイトにジャスティン・ミラーがいる。ピッツバーグパイレッツ時代2008年の MLB ドラフト5巡目でピッツバーグパイレッツから指名を受けてプロ入り。2009年に A-9 リンチバーグヒルキャッツでプロデビューした。マイナーでは 先発投手として起用され、2010年は a q アルトゥーナカーブで11勝。2011年は AAQ インディアナポリスインディアンスで10勝。2012年は AAQ インディアナポリスで9勝を挙げた。2012年8月20日のサンディエゴパドレス戦でメジャーデビュー。同年パイレーツでは6試合すべてリリーフで登板して、勝敗なしの防御率1.93だった。 2013年からは、左の中継ぎとして、完全にメジャーに定着し、同年は58試合に登板して6勝1敗、防御率2.08、15ホールドの好成績で、チームの21年ぶりのシーズン勝ち越し及び、ポストシーズン進出に貢献した。ニューヨークヤンキース時代2014年11月12日に、フランシスコ・セルベイリとのトレードで、ニューヨークヤンキースへ移籍した。 2015年は2年連続70試合以上、チームトップタイとなる74試合でマウンドに上り、無敗で5勝を上げて、防御率3.09ホイップ1.13という、高成績を記録、大きく躍進するとともに、チームのプレーオフ進出にも多大な貢献を示した。デトロイトタイガース時代2015年12月9日に、チャドグリーンとルイスセッサとのトレードで、 デトロイトタイガースへ移籍した。2016年は66試合に登板したが、防御率4.14、6非本塁打、ホイップ1.33とやや打ち込まれた。なお同年、メジャー初セーブを記録した。2017年は、フランシスコ・ロドリゲスの不調に伴い、シーズン途中からクローザーを任され、42試合で3勝4敗13、セーブ。 防御率2.68を記録した。2017年7月31日にヘめメル、キャンデラリオ、アイザック・パレです。後日発表選手とのトレードで、アレックス・アビラと共にシカゴ・カブスへ移籍した。移籍後は調子を崩し、23試合で1勝0敗、防御率5.09、ホイップ2.09を記録した。2018年は71試合に登板して4勝5敗。 防御率3.41、69脱三振を記録した。オフの10月29日に FA となった。2019年1月28日にニューヨークメッツと2年総額1000万ドルの契約を結んだ。2020年オフの10月28日に FA となった。2021年2月23日にフルスのヤンキースと285万ドルの 単年契約を結んだ。2023年は230万ドルのプレイヤーオプションとなり、ウィルソンがこれを破棄した場合は、球団側が715万ドルのオプションを行使するか、115万ドルを支払いバイアウトするかを選択することができる。投球の約8割を速球が占めるパワーピッチャー。2015年シーズン終了時の左右別被打率は、左打者、235、 右打者、209と右目にしない。ありがとうございます。